はい、アルフィーの坂崎幸之助がお送りしております。ケイズトランスミッションは今日はですね、4年、4ヶ月、5ヶ月ぶりの、この方、押尾幸太郎君のやつ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。若手です。50歳で分かった、ありがとうございます。50過ぎた。最初にお会いした時っていうのは多分まだ34か5ぐらいですよ。ああ、ね、なんかそのぐらいだと若手って感じですね。まだギリギリ若手って感じです。若手だよね。もうデビューはそんな遅かったもん。僕34でデビューしたんで。それまで何やってたんだっけ。それまではあの普通にアルバイトしましたね。アルバイト、正社員じゃなくて。正社員じゃなくてアルバイトじゃない。あ、ギター弾きながら。ギター弾きながらバンドとかやってて、髪の毛を腰まで伸ばして。そんなだった。伸ばしたんですよ。そうなんで、デビューにあたって髪の毛切った。髪の毛切って、なんかあの面接の時に髪の毛切った方がいいよ君って。そんなわけないですけど。いちご拍手はもう一じゃないの。就職が決まって髪を切ってきた時、もう分かったと君に言い訳したね。君もそんな感じ。そんな感じ。哀愁が漂ってましたけど、ね。あ、そっか。じゃあイメージ全然違ってんだ、その当時バイトやってる頃とは。そうですね、ちょっとなんか尖ってましたね。尖ってた、もう性格的にも尖ってた。いや、性格はそんな変わんないですけど、ちょっと見た目は尖ってた。見た目性格も変わんない。性格はそんな変わんないですね。変えれないもんね。そうなの。自分で言うと自分でどんな性格だと思うの。まあなんていうか、穏やかは穏やか。切れる時もある。切れる時はお腹空いてる時ですね。なんか洗えてるとダメ、イライラするんですね。でもお腹空いてっからって、なんかほら物投げたりとかしないでしょ。もうでもなんか丼投げたりとか。いや、そこまでいかないですけど、でもすっごい態度出るみたいな。イライラする、分かってしたら、なんか食料不足みたいな。食べ物不足とか。そうなんだ。なんか与えた時みたいな。あとは怒る時とかなんやろ。怒る時、そうです、ね、イライラすることある。だからイライラする時っていうのはそんなないですけど、やっぱりまああれですよ、お腹空いてる時、お腹空いてる時が一番な。そうなんだ。だからやっぱりさ、食う食べる子は育つんだよな。そうですね、大きいもん、はい、100いくつ今、2メーター超えた。いやそんな巨人じゃない。そんなないの。でも182ぐらいありますけど、ね、182でやっぱりな、でかいね。うち三畳一間だと鬱陶しいだろうな。押尾幸太郎が部屋にいたら、まあ、邪魔だな、こいつは。まあ立てばね、横にならなきゃですよね。三畳一間でも。はい、よく起立気をつけない状態で、そんなに場所取らないですよね。あと、まあ膝立てて座ってるぐらいならいいか。横になったら、横になったら結構邪魔ですよ。で、L の字にこうコーナーにこう。なあ。あの、どっちかというとあれ、大阪の兄ちゃんな感じなの。大阪の兄ちゃんな感じ。そうですね、まあ、大阪の兄ちゃんのボケてる方ですね。なんか、あ、ボケの方が違うかね、なんかボーっとしてる感じ、ね、ボーっとしてる方で、まあ、誰かに突っ込んでもらうと、突っ込んでもらういい味が出てくるというタイプで。昔からそう。そうだよな。あの、あ、でも高校の時はあれだもんね、瀬戸口やったんだもんね。そうですね、まあまあ結構、まあ、人の前に出るのが好きで、目立ちたがり屋なんですね。目立ちたがり屋でもあんまほらグイグイ行く感じじゃないよね。うん、でもなんかうちに秘めたらもんがあるんですよね。恥ずかしがり屋のくせに前に出てて上がるみたいな。まあそうかそうか、だから「おいしゅう行けよ、おいしゅうやれよ」って「いやいいよお前」とか言いながら行けば結構ノリノリみたいな。まあでもいいじゃんね、その見た目に穏やかっていうのは大事ですよ。まあまあそうですね、それはまあ50過ぎたらさらにそうですね。どうだろう、うん、あ、50ってあんま関係ない自分の中では。いやでもやっぱりあのなんとなくこうみんなパブリックイメージが、ちょっと僕お腹空いてるからちょっとイライラしてる顔してると「お嬢さんって怖いんですかね」みたいな。こう勝手にそうなってるんで。怖いんじゃない、ただ腹減ってるだけ。ブスッとしてなんかこう渋い顔してるとなんか、ああ気が悪いですね。そうじゃない。なんか食い物を与えとけば大丈夫だ。だからとりあえず食べ物を与えとけば不機嫌になることはないから、はい、お腹いっぱいでもいいんだよ、はい、お腹いっぱいでも置いとけば、お腹いっぱいがいいんですよ、常にね。常にいっぱいがいい、太ったりしないの。太ります。50過ぎて。いや太ります。だから太らないようにそのファスティングっていうその絶食断食みたいなことやるんですよ。なんかこうやってんの。そう、酵素ジュースで飲んでそのファスティングみたいな。はいはい。え、何日ぐらい。それはそれは3日間ファスティングを、それで酵素でこうやって、うん、3日間で戻すっていう1週間コースでやるんですけど、なるほど。これは熟練してくるともっとできるんでしょうけどね。それでどのぐらい落ちんの。
それで、うん、僕だったらだいたい3、4キロ落ちますよね。あ、それは何、ちょっと太ってきたなとかやべえなと思った時にやるわけ、はい、そろそろ そのやばいなっていうと結構、うん、結構頻繁にあるんですけどうわ昨日のだって3、4キロって減るけど増えるのも早いんですよね。あ、まあ早いね、ちょっと腹いっぱいなのを続けるとすぐ太るもんな。結構1、2キロ上限すごいんですよ、うんうん、僕あのお風呂入るだけで、うん、サウナとか入るだけで1、2キロ落ちるんですよ、うん、あ、そうなの。水分だから水分取ってんの。そう、水分太りですって言われて。そんなのあるの、うん、だから水太りしやすい体質なんですって、うんうん、でだからあのおしっこ出ないの。おしっこも出さないとダメ だからそれ以上にだからおしっこも出してお風呂も入って出して1、2キロズンと落ちるんですよ。そんなに落ちるんだ。で、ね、水分取らない人は、うん、そのそれでは落ちないです。だからお風呂とか行っても。なるほどね、うんうん、で僕はお風呂行ったら完全に2キロ落ちるけどまた飲んじゃうんで、うん、また2キロ戻る。だからすごいめちゃくちゃ体重減りましたねって、めっちゃ増えましたねってすごいんです。4キロ5キロあたりが平気で1日で変わるから。やばい、ね、やばいでしょ本当に、でも減らすと機嫌悪くなるんで。ああそうだ、ね、なんかいっぱいにしとかなきゃいけない。微妙、そこが難しそうだな。でも水をいっぱい飲んでてもそれは満たされないわけですよ、ね、なるほどね。水で4キロ太る。どっちかっていうとやっぱ炭水化物、炭水化物やっぱこうマネケンのあのなんかマネケン食べたりとか、 なんかお菓子食べたりとか、うん、なんかご飯食べてる方が、水を4リットル5リットル飲むのそんなのもね、イライラするだサウナとか行ってんの。でもサウナ好きですね。あんまりでも気をつけないとね、ちゃんと水分取っていかないと。そうですね、微妙なところ。サウナはちゃんとこう ねあのちゃんとそういう、もう50過ぎたら体のことも考えなきゃいけないんですか。いろいろ考えますね。数値とかちゃんと調べてる、血糖値とか。そうですね、調べないといけない。もう調べなきゃダメよ、はい、その年に1回は。そうですね、血圧、血糖値、もう尿酸値。そうですね、でもう楽屋ではそういう数値自慢をそれぞれみんなで、ああ俺の方が高いよとか、ね、いや高いのは自慢になる低くしないで、うん、ガンマ GTP とかね。酒飲むんだっけ。お酒ちょっと飲むようになるんです。40過ぎてから酒飲むようになって。ああ、そんな最近ちょっと、まあ量は飲まないですけど、でも美味しくいただけますね。ああ、じゃあその水太りは何、水いわゆる普通のコーラとか、多分まあコーラはまあ糖分で飲まないようにしてるんですけど、うん、やっぱりなんかコーヒーとかを飲むのが多いのかもしれないですね。ああ、そうなんだ、うん、まあ体でっかいから飲むは食うわで、ね、それしょうがないだろう ね、まあ、エンゲル係数高いよね。高いかもね、まあ、尿酸値も高かったりしますけど、まあでもその、うん、まあ水分だったらまだいいんですよね、うんうん、まだね、うんうん、すぐ落ちるんですから、ね、なるほど、まあ、話をしてんですかね、うん、本当にね、ギタリスト同士で。でもやっぱりほらファンの方から、うん、いつまでも元気でいてくださいとかって言われたら、そう見たらね、それをこう現実化しな、具体化していく、ちゃんと検査に行って、うん、今年もライブができるように、来年もその10年後もできるようにするには何をすべきか、そうそうね、暴飲暴食はしない、大事大事大事でしょ暴食してる、暴食して、夜はでもあんまり抑えてる。夜食べるとやっぱ一番太りやすいんで、でも夜食いたくなるんですよね。わかるよ。なんか例えばなんか物を作る時とか、うん、まあ、寝ればいいんですけど、うん、ちょっと今曲作ったらちょっとこれ完成させればなっていう時に、うん、ちょっとなんかそういうところちょっとコーヒーと、あ、ナッツもいいかなとか言ってナッツとかそういうのダメですね。ちょっとラーメン食べるみたいな。ラーメンダメ、ラーメンね、ラーメンもダメだ、まずはね、そこ気をつけ、夜のラーメンが一番やばいよね、でもよくなんかスタッフでこうラーメン行こうかとか、うんうん、ミュージシャン先輩ちょっとラーメン行くとかって、美味しい店あるで行きましょうかとか言って、ついつい言ってしまうでしょ。でもね、最近俺はね、ラーメン減ったね。あ、そうですか。いや、断るんですか。じゃあ、いや、ラーメン誘われることもなくなってきたけど。あ、そうかそうか。自分でラーメン屋に行くことが減ったね。うん、やっぱりそれは多少体のこととか考えてるのかもしれない。そうですよ、やっぱり、うん、若い頃はだってまずはラーメンだもんな。夜中に味噌ラーメン屋とかよく行ってたもんな。で、空いてるじゃないですか、ラーメン屋は。夜中に、その当時は特にね、うん、今はいろんなとこね、コンビニもあるし、ね、食べるもあるけど、当時夜食ったら吉野家かラーメン屋だもんな。そうか、そう、これはやっぱやばかったなと思って、うん、もう炭水化物ですか、まあ、炭水化物、まあ、あと油、うん、まあ、そんなお塩幸太郎51歳がですね、ニューアルバムを、はい、出ましたね。何枚目になってたっけ。これは15枚目になりますかね。すごいね、うん、全部覚えてる、ギター弾ける。いやいや、15枚、まあ、あの上手い具合になんかこうそのさ、素人みたいに質問したけどさ、皆さんこうそんな覚えてないもんですよ。もうね、だんだんこう年を重ねるとですね、うん、こう今やるべきことをだけしか覚えれないですね。例えばアルバムの曲とか、うん、ツアーの曲順の曲は覚える、うん、なるほど、ね、じゃあその前回のツアーの曲は完全に忘れたりするんですよね。あ、そうでしょ、コピーし直して、うん、し直しますね。でもファンの人は、え、だって去年やったやつですよとか
まあ、自分、そう、自分の曲忘れるんですか。忘れるんです。だから、でも、やっぱりリクエスト来てるから答えようと思って、一からコピーして、あ、こうやって来てるのか。まあ、一番便利な、押尾幸太郎楽譜集。うわ、助かる、これ。5弦3フレットみたいな。あってんの、それ。あってなくても、こっちはもう、まるっきりゼロなんで、記憶が。どうやって弾くんだったっけ。チューニングも、まあ、オープンチューニングでしょってるから、チューニングもわかんない。チューニングこれか、とか言って、そっから始まる。やっぱりな。うん、いや、アルバム1、2万円のうちはまだね、デビューしたてとかさ、そうです、なんか思い入れある曲はあったりする、やっぱりチューニングをそんなに使ってない曲です、ライブでもしばらくやってない、やってない曲とか、やもう新曲ですよ、ほぼ、そうそう、これいいなこの曲とか言ってまあだってライブでやる曲は20曲ぐらいでしょ、大体、そうです ね、それを、うん、まあね、大体こう定番曲とか決まってる、ね、でライブでやる、まあ、必ずやるような曲も何曲かは当然あるわけだから、うん、そのツアーで新しくやる曲そんなないもんね、そうなんです、そうなってくるとやっぱり3年前のツアーとかさ、うん、ね、一番だから 1、2枚目は多分まだ覚えてると思うんだよ自分で、うんうん、8枚目の7曲目とか覚えてる、いや、そんなのも覚えてないですね8枚目が何かも分かんない、分かんないよそれはね、確かにそうなってくると思うよ、俺らもそう、まるで、ね、一緒だから、ファンの人の方がこう、そう、聞いてから、ね、カンペを出すように教えて、あれ8枚目は何とかですとか言って、そう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 、ありがとうございます、歌詞とかもちゃんと覚えてるからね、押尾君の場合歌詞があるから、ね、そうですよね、それやっぱ歌詞プラスありますもんね、歌詞はね、みんなね、客席で歌ってくれてるから助かったりするんですよ、マイクを向けりゃね、マイク、そう、高見さんよくやってる、一体感ができてるようです、実は忘れてそんなそうそう、よくやるんですよ、右の人がどんなアルバムなんですか今回は。今回そのエンカウント、はい、エンカウンターっていうのがタイトルがついてるんですけど、どういう意味、まあ、エンカウント、あの、まあ、遭遇とか未知との遭遇なんか、遭遇とかね、あのエンカウントって言葉使われてますけど、まあ出会いですね、うんうん、いろんな人と出会いの中で、うん、まあお仕事も一人ずつやってたけど来ましたけど、まあいろんな人と出会いがあって、うん、そんな出会いをテーマになんか曲ができたらいいなと思って、実際その出会いの中でできた曲も何曲か入ってますけどね。出会った人と一緒にやったりとかもしてない。そうですね、あの、まあ一つはその梁国彦さんというね、ピョンチャンオリンピックの音楽監督もやられた方なんですけど、まあすごいあのピアニストで、うん、もう映画音楽もやられてますし、いろんなもんゲームの音楽とかもご自身の曲もやられたりするんですけど、うん、まあ今回はそのアリランっていうね、ジョンソン軍のアリランって曲を、あの変奏曲で作ってアリランで知ってるんじゃないですか、あアリランアリラン、そっちはね知ってる、それじゃなくてジョンソン軍のアリラン、最初そのジョンソンっていうかジョンソンさんが歌ってるアリランかなと思ったんで、うん、それじゃなくてジョンソン軍っていうのが韓国にあるんですね、町が、そのジョンソンのジョンソン地方の、そういうことか、でマイナーなんですよね、でも歌詞は同じで、なんかこう、アリラアリラ、全然違う曲なの、いや歌詞は同じで、うん、マイナーなんですよ、メロが違うんだ、なんとなくで、アリランアリランじゃない、でもそのあのメロディーのその歌い回しはそうなんですけど、コードが C で始まるか A でマイナーで始まるか、アリランアリラン、あれそうなんですよ、ほんとでもジョンソンって聞くとアメリカ人、そうなんですよ、なんでジョンソンさんが出てくるのかな、だからそういうジョンソンっていうところなんですよね、街がね、なるほど、でまあ向こうではもちろん韓国では有名なんでしょうけども、そのアリランをこう変奏曲で一緒にやりましたけど、ね、ピアノと一緒にピアノでやりましたけど、まあでもリクエストもね、今日押尾幸太郎久々に来るっていうことで、あの結構来てるんですよ、うん、藤子メグさんはですね、うん、2月20日今年で一番大きな満月に発売という、うん、アルバムとても楽しみです、はい、まだ発売前ですが、ラジオで聞いたフラワーが頭から離れません、離れませんって、うん、おすごいね、一回聞いただけで離れないのかな、鼻歌で歌ってしまうと、鼻だけに、うん、あ、そうじゃなくてね、聞いたね、さすがにね、やっぱ腕上げたねそう、結構ねフラワーリクエスト来てんだよ、うんうんうん、こっちもそうかな、これだ、ベリーさんもそうですね、もうすぐリリースのアルバムから、フラワーを PV で見ていいなと、 PV あんの、そうなんですね、今回そのフラワーっていう曲とサイボーグっていう曲2曲 PV 撮ったんですけどね、うん、ああそうなんだ、なんかそのフラワーの方はちょっと旅から帰ってきたっていう体で、うん、部屋の中でこう、うん、弾いてるっていう、そういう PV なんですけどね、あそんな感じ、うん、じゃあちょっと聴かせてもらっちゃうね、じゃあ聴いてもらいましょうかね、はい、じゃあ押尾幸太郎、ニューアルバムエンカウンターの中からフラワー聴いてください、はい、4年半ちょいぶりぐらいに押尾幸太郎君が来て、はい、51歳に、知らないうちに51になったって、
本当にね、グレーベンのギターを持ってですね、今持ってくれてます、ね、グレーベンと、あとそこにマカフェリがあるんですよ。マカフェリってジプシーギターのその何ていうかさ、そう、ジャンゴ・ラインハルト、ジャンゴ・ラインハルトで有名なギターなんですけど、うん、セルマー・マカフェリ ねそのマカフェリ社が真剣にプラスチックで素材で作ったギターがあって、これを今回もう録音で使ったんですけどね。使ったの、うん、こんな音するの、こんな分かりますかね、こうボディが全部プラスチックなんですよ。やぼったい音ですよ、その音的にはね。そうそう、もうこれサスティンがあるようであんまない感じが良くて僕もそのギター欲しくてね、探したことあったんですけど、だいたいネックが反ってて状態悪いのが多いんですよ、ね、そうね、これ直せないですね、多分ね、直せないでしょ、木じゃないからね、木じゃないから、でマカフェリとしてもウクレレで大ヒットしたんですよね。でそれはなんか早く持ってるって言ってましたね。プラスチックのウクレレ大ヒットして、うん、調子に乗ってギター作ったら売れなかった。それはイマイチだった、うん、だから逆に言うと今ちょっと貴重、うん、あのジャンゴ・ラインハルトが使ってるね、いわゆるマカフェリの、まあ、あのもうペチペチな音なんですけど、そのもう独特のジプシージャズの音がかっこいい音だ ね、うん、あの一応ハカランダなんだよね、あれ、あサイドバックは。でも300万ぐらいするんじゃないかな。そうでしょう、ね、結構高いんですよ。多分ジャンゴ・ラインハルトさんに作ったやつはもう相当いい意で作ってると思いますけど、ね、だと思うけどね。1930年、うん、40年代ぐらいかな。ジャンゴの動画とか見たことある、はいはい、すごいね、あの人やっぱり、あの薬指と小指がくっついちゃったんでしょ、やけどしたからなんかね、そのジプシーでやってるか、その火事でやって、ね、それでもう指がくっついてもう、ね、しばらくやっぱ落ち込んだらしいんですよ。でしょ、18ぐらいでなんかすごい天才って言われてギターやめるって、それやめたくなるけど、なんかやっぱり努力したんですよ ねすごいよな、すごいですね。だって親指は押さえるじゃないですか。だから結局フィンガリングは人差し指と中指だけなんですよ。でそれでディミニッシュとかあの速いなどうなってんだろう、どうやってんのかなっていう、すごいよな。人間って何でもできるなと思いましたね。できるね、はい。ただ背は伸びないよ、俺はもう背もう伸ばせますよ、きっと。なんか伸ばせるかな、なんかこう足の骨をこうグッとこうなんかかませばかませばね、こんなの時サカサカでかいっすよとか、180超えたやっとそんなでかくなんなくていいっすよとか言って。本当だよ。いやでも本当に確かに彼はちょっと天才でしょ。うん、それまでもだってねすごかったっすもんね。まあギタープレイもすごいんですけど、やっぱりあらゆるその障害っていうか、そのハンディキャップの中であの演奏できたら僕たちはもう言い訳できないですよ。できないね。なんか最近手がなまってるとかじゃなくて、ちゃんと指を動いてんのにとか言って。そうですよ。だからやっぱり人は何でもできるのかなってすごい勇気をね、うん、ね与えてくれますよね。本当本当。僕らなんかはね本当にもうサボってばっかですから。ねだから教えられますね。練習しようって。練習しよう練習練習。このグレーベンもこれ。オリジナルじゃないんだ。これね、グレーベンジャパンっていうのをね、日本でも作ろうって、ね、日本でも使ってもらおうっていうことで。グレーベンのギターっていうのは、押尾幸太郎で有名になってるもんだもんな。ある意味。そうですね。それまでやっぱり、僕の師匠の伊佐さんが使われてて、中川伊佐さんが使われてて、僕が使って、僕はずっとその後、伊佐さんやっぱりいろんな人に、こう、このギターもあのギターもでこう使われてたんで、僕は結構ずっと固くね、グレーベンを使い続けて、で、グレーベンさんのとこまで行って。行ったの？うん、行って、ポートランドで行って、うん、で、もうそれ後もずっとグレーベン使ってたんで、うん、やっぱりみんなグレーベンを買いたいって言ってくれるファンの人もいてて、うんうん、でまあやっぱり一人で作ってるんですよね、うん、お弟子さんいなくて、だから全部一人でやっちゃうから、だからその自分で全部カンナとかかけてるやってるんですよ。でアシスタントもいない中で、うん、もう俺一人でやるっていう、ね、もう頑固一徹な感じ、はいはい、まあ、見た目ピノキオ作ってゼペットじいさんみたいな感じのさ見た目は、まあ、見た目はね、でもやっぱり、でもやっぱり一人で作ってるからやっぱ本数に限りがあるでしょ。やっぱりあれでしょ、納品とかだってちゃんとその期間中にやっぱりもう何年待ちとかなってきますでしょ、ね、それはやっぱり日本製じゃあ作ろうっていうことで、うん、そのグレーベンさんもお塩が OK なら出していいっていうこと、結構責任重大じゃないですか。じゃあちょっとチェックしますよとか言って、うん、結構でもいい、かなりいい。え、これはじゃあグレーベンジャパン、グレーベンジャパンなんていうのは普通にもう買えるわけ。今買えますね。どっかでその例えば何代理店とか。代理店はね、今この東京だったら恵比寿のドルフィンギターとかね、うんうん、とあ見れると思いますけどね。ああそうなんだ、うん、これが今僕はね、はい、今日弾いてもらってますけど、ね、今日このまま持って帰っていいなかったね。いやでもなんかすごく
その感じは出てるよね、うん、まんま完全にこう再現されてます、うん、いや最近俺もほら自分でね、うん、自分で使ってるギターを、はい、あの完コピして DSK でやったりしてるけどさ、そういうのってやっぱりあれだね、大事だね、自分のギターっていうかさ、なんか色合い、僕らフェンダーじゃねえ、マーチンとかギブソンじゃない、やっぱりどうしてもさ、はい、僕ら世代だと憧れの、うん、そっちを追っちゃうけど、やっぱなんか自分の色っていうか自分の普段使ってる、これだとあいつだみたいな、うん、グレーベンはやっぱりお塩だなとかさ、うん、DSK は坂崎だなみたいなのが、うん、なってくるって一つのやっぱ大事なとこかもしれないね。そうですね、ギタリストやっぱり憧れて買う人たちがやっぱり出てきたら、ね、ちゃんとその辺は責任持ってやらないとっていう気持ちになりますよね。そうそう、なるよね、うん、そういうのはなんか励みにもなるしね、うんうん、へー、そう、あとは最近買ったりしてるの？最近、まあでもそんなにギターはそうでもないの、うん、でもやっぱり今回その12弦ギターをちゃんと弾きたいなと思って、うん、なんか12弦ギターをなんかめんどくさいじゃないですか、12弦ギター、うん、でも弾くといい音するじゃないですか、あるよ、いい12弦がさっきね、ちょっとポロッと弾かせてもらったけどものすごい、あれ TSK の、ね、TSK のいい12弦ギター弾かせてもらった、うん、なんかこう12弦ギターをめんどくさいけど弾くと幸せな気持ちになれるギターなんですよ、ね、12弦はチューニングするそうそうそうないといけないけど、なんかそれでその先入観を取り払えるような曲を作りたいと思って作った曲がそのアルバムに入ってるアルバムに入ってたんですよ、なんだっけね、これがね青い夢って曲かな、うんうん、青い夢って曲で12弦で、それ12弦なんだ、それはねメイトンっていうオーストラリアのギターで、うん、ちょっとミニサイズの12弦ギター作ったんですよ、でこうそんなに難しくなく弾けるような、うんうん、ちゃんと12弦が出せてっていう曲を作れたらいいな、うんうん、まだまだ僕も12弦初心者なんですけど、わあこれやっぱいいよなこのギターと思って、別なんで、うんうん、さっきも坂崎さんの弾かしてもらったけどやっぱりいいなと思いましたね。12弦って日本人絶対好きだよね、うん、あの音って、あなんかもう全く別物ですよ、6弦のギターと ね、そうそう、こうきらびやかな中にちょっと哀愁も漂ってる感じが、うんだよね、うん、あっちはナッシュビルチューニングは、ナッシュビルチューニングはあれはすごく弾きやすいですね、うん、6弦ギターを弾いてる感じで弾けるんで、12弦ギターのいわゆる高い方の弦だけを使ってるのがナッシュビルチューニングっつって、うん、12本じゃなくて6本で12弦ギターの高い方の弦を、うん、つけてるのがナッシュビルチューニングっていう、そうだから普通の6弦ギターを弾く右手は弾くその感じで弾けるんですよ、12弦ギターってちゃんと弾かないと2つずつね鳴らさなきゃいけない、そうだからバラつくんですよね、なんか6弦はじゃあ太い方の弦しか鳴らなくて、ああそうそうそう高い方の弦が鳴ってないとか、うん、結構こうちゃんと弾かないとその2本いっぺんに鳴らして初めて12弦じゃないですか、うんうん、それが難しいですよね、ああそれはある、あのリッケンバッカーは12弦逆じゃない、あそうか、その並びが太い方からあれどうなんですか、そのだからすっごい弾きづらいね、そうか、うん、だから立憲のエレキなんかはちょっと面食らっちゃうから、うん、わざと細い方からにしてもらったりとか、はいはいはい、あとはなんかもどき、うん、立憲もどきでさ作ったりなんかってしたことあったけど、そのダウンピッキングとかアップピッキングで効果が変わってきますもん、うん、そのね。そう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 。立憲の時はじゃあアップで全部やればなとか、全部こうアップで弾かなきゃいけないみたいな。いくみたいな、そう結構大変だね。そのマカフェリちょっと音を見せて聞かせてよ、これこれいいね、なんかね安っぽい感じの音が、安っぽい感じがもうたまらなく愛おしいですね、それもなんかピックギターとはまた違うもんね、ピックギターで安っぽい音するのあるじゃない、うん、ありますね、あれとはまた違うもんな、また違う感じなんですよね、これ ねプラスチック、でもやっぱちゃんとやっぱマカフェリ社が
あのちゃんとピッチも真剣にちゃんと捉えて組んでる感じはしますね。おもちゃっぽくない、うん、見た目はちょっとおもちゃっぽいんだけど、おもちゃっぽいんですけど、ちゃんと弾けるっていうところがいい、ね、うん、そうですね。やっぱちょっと俺うずうずしてきたの、最近欲しいギターないんだけどさ、あんまりまた探そう、芽生えましたか、じゃあねえ、マカフェリさんいいね、あんまりないんだよいいのがあんまないんだよ、その状態のね、プラスチックだけね、プラスチックだ、これプラスチックっつってもさ、現代のプラスチックと一緒なのかな、なんか割れやすそうだよね、なんかセルロイドっぽいよね、そうですよね、うん、なんか違うかもしれない、なんかそのギターでいうその、うん、これ1950年代なのに、うん、全然オールド感って出ないんですね、プラスチックってやっぱりただ汚れただけみたいな、そうですよね確かに古くなったおもちゃみたいですよ、なんかね、そうだよおもちゃだとね、50年代とかそうだな、うん、いい味出てるのもあるもんね、うん、やっぱアメリカのおもちゃとかね、うん、歌歌ってよ歌なんか来てたね、歌帰らざる日々ですか、ね、あアビーロードの街とか知ってんの、あーでもかしあのあれですよね、かがいですよね、君は傘さして青い山道字が小さい、字が小さいですね、これもこうやったらクリックしたらこれ大きくなるね、これあならないね、あならないな今坂崎さん今画面やったでしょ、画面これ iPad じゃないかこれ本当だあならない、小さいね、でもギター自体は。そうですね、ちょっとスモールサイズな感じね、164センチにはちょうどいいかもしれないね、182にはちょっと小さいかもミニサイズですねとりあえず押尾幸太郎、アルバム、はい、アルバムプロモーションコーナーはここまでということで、はい、なんだけど、うん、あのんあツアーあ発売日はね2月のね20日ですね、20日です、うん、2月20日です、2月20日リリース、エンカウンター、ね、エンカウンター、エンカウンターでございます。でツアーが、ここに書いてあります。はい、3月からですね、はい、大阪で
川切りにあります、大阪を川切りにですね、はい、最後がダダダッと最後は神奈川でしたっけね、あの横浜でしたっけね、横浜ですかね、うん、あ横浜ですね、館内ホールあります、はい、これ押尾幸太郎の、サイトを見ていただければ、はい、はい、12箇所ありますね、はい、結構続きますんでね、ぜひぜひ、ライブで見ていただければと、うん、ね、ね、思いますけどね、じゃあ、押尾幸太郎このお別れは、お別れというか、まあ後でまた生徒さんとしてくると思います、うん、あそうですね、はい、生でやってもらう、あなんかじゃあちょっと生でアルバム曲だよ、大丈夫、アルバム曲、いや自信ない、あ新しいやつは大丈夫、いや自信ないんですけど最近ちょっと練習したりしてやります、せっかくだからね、じゃあ聞いてもらう、サイボーグで聞くぞ、サイボーグ、はい、じゃあよろしくお願いしますよ、はい、これはやっぱりね5時間じゃ足んないね、1日練習は、うん、5時間以上やって初めて上手くなりたいんですけどっていう質問を投げかけていただかないと、どのくらい練習した、一番やってた時、そうですね、やっぱりもうなんか練習してるって感じじゃないですよ、ね、あそうだよね、楽しくてやってた時間が経ってる感じですよね、そうだよね、うん、だから練習としてやってんじゃないんだよね、なんかこうそんなにこうこれをやらなければっていう感じでもないですよね、そうそうそう、触って遊んでるという、うん、遊んでる感じが大事だよね、後でじゃあまた、あそうですね、はい、押尾幸太郎、ありがとうございます、はい、一応とりあえずありがとうございました、後ほどまた。